皆さんよろしくお願いします。哲学人です。その声保留につき、続きやっていきたいと思います。ここも分岐になってまして、今回は気候家の待ち合わせに付き合う、彼女がどんな人なんだろうっていう12話と、あと11話、武道場登場、天神と姪の浜が突然、道場へ遊びに来る、見学だというがまた騒ぎを起こすに決まってる、早々にお帰り願いたいっていうのが出てるんですけど、まあ今回はそうですね、この第11話、武道場問題をちょっとやってみましょうかね。はい、はいはい、ゴウスケくん見学に来たわ。お邪魔するわね。うわ、部活にまで来ちゃった何の用だよ。聞こえなかったの？見学に来たのよ。お邪魔します。天神と姪の浜が突然、武道場に来た。何が目的かわからない。おとなしく見ている分には構わないが、何か知り返すつもりなら早々お帰り願いたい。あと俺がぶち抜かれるために、コスミに黄色い声援を送るのはやめてほしいそろそろ上がろうか。え、もう終わりなの？この後は剣道部の時間だから。コスミさん、それはおかしいわ。おかしい？どうして地区大会優勝を収めているナギナタ部が1回戦敗退の剣道部に場所を譲ってあげなくてはいけないの？向こうに聞こえるように言うのやめてもらえます？剣道部の部長さん、います？ちょっと待って剣道部とはうまくやってんだから、今の関係をこじらせないでくれ何がうまくやってるよ。不平等な取り決めされてヘコヘコしてるだけじゃない。言いますね、天神さん。あれ、今日はやけに賑やかだね。柳川ちゃんのファンかな。堀常先生、お邪魔しています。小澄さんファンの間違いです辛辣ですねそれもそうだね。俺を見るな、俺を。森常先生、どうして6時までしかやってないんですか？もっと見たいです。コスミちゃんが入部するまでほぼ廃部状態だったからね。1時間ちょっとでも分けてもらえるのはありがたいことなんだよ。顧問として何とかしようという気はないのですか？朝練とかですかね。ないね。即答なんですね。下っ端教師にはそういう権限ないし、あったとしても他の職員とのいざこざはごめんなの。なるほど。森常先生、かっこ悪い。でも君たちが何かしようとしているなら俺は止めないし、むしろ大歓迎だえ、もう高校生なんだ。生徒同士の取り決めに教師が口出すこともないだろう。生徒の中にもそういう権限持ってる人いるんじゃないかな。生徒会長か。おいおい、やめろよじゃあ俺は帰るから。早く帰れ森常先生、バイバーイ。顧問に対してすごいですね。ああ、そういえば前から気になってたんだけど、あの子知り合い？また武道場の外から誰か見てるって、あれって役員じゃないか？この子と主人公の関係も気になるところですよね。結構前からちょくちょく来てるよね。コスミも気づいていたのか。あれは天神と姪の浜の後輩だ。やっぱり来てたんだね。あれ、お前らが連れてきたんじゃないのか？逆よ。和子ちゃんがいないから探しに来たの。なるほど。もしかして
二人はもともと役員が目的で来てたのか。それならそうと早く言ってくれ。頼むから面倒事は増やさないでくれよな。ねえ柳川くん、今のままでいいと思うの？うわ、びっくりした。何が？またコスミのこと？武道場のことよ。ああ、武道場？1時間ちょっとしか活動できないなんておかしくない？確かに短いですよね。まあなんだろう、3時間ぐらいはやらないとやっぱりダメなのかな。俺が入った時からそうだったし、別におかしいとは。じゃあ今のままでいいわけ？いいんじゃないか。剣道部と揉めたくないし。コスミさんのような才能もあって努力もしてる人が力を伸ばせないなんて、そんなのおかしいと思わない？急に廊下で大声出すなって。なんかテジーさんは結構面倒見がいいタイプなんですね。私はおかしいと思うわ。うん、テンジンはなんでこうも他人のことで熱くなれるんだろうか。私が何とかするから協力しなさい。はあ、なぎなた部の部長はコスミなんだ。俺が決められることじゃない。じゃあコスミさんが望んでくれたら？まさかコスミに変なこと言うんじゃないだろうな。コスミさんが本当に望んだら？本当にコスミの望みなら協力する以外の選択肢はない。そう、柳川くんでもコスミさんの命令なら男気出せるもんね。天神ほどの男気はないけどな。は？武道場燃やすの？いや、そこまでの男気は見せなくていいから。あっそう、ま、楽しみにしててちょうだい。どうするつもりなんですかね。全然楽しみじゃないんだが、こいつ一体何をしでかすつもりなんだ。さあどうなるか気になるところですけれども、そうですね、ここで一旦区切りたいと思います。どうもありがとうございました、もしよろしければチャンネル登録の方もぜひよろしくお願いします。どうもありがとうございました。哲学人でした。動画をご視聴いただきありがとうございます。新しい動画を見逃したくない方は右のチャンネル登録ボタンからぜひチャンネル登録をお願いします。